いや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 、ちょっとめっちゃ長いからな。いつもランランに元気もらってるものです、はい、と。新卒1年目の冬に心的にしんどくなっちゃって4月に復帰した、はい、1月からちょっと休んでた、あーと、あーまあちょっと休んでたんやって、はい、4月に復帰したと。でまあ久しぶりに仕事は覚えてないことや知らないことばっかりで、空白の3ヶ月に成長した同期たちに追いつかなければという気持ちになって毎日怖いと、まあ休んだ分のね、はい、そこが来ちゃったと。まだ休めばいいと簡単にみんなは言うけど、3ヶ月でもらえたお金は社会保険を使っても普通に働いてる時の半分もらえず、うん、まあ半ばお金のために復帰した。まあ大事だね、うん、休んでた期間に入るお金ってだいぶ少ないし、うん、でだからお金のために戻ってきたけど、やっぱりこういろんなことがしんどいっていうな、うん、まあ休んだ分な、そこは確かにあるけど、頑張り屋さんすぎるね。だって3ヶ月休んだ、みんな分かってるんやから、みんなで戻ってきてくれたことが嬉しい人いっぱいおると思うねんな、うん、よう帰ってきたよあんたってなってる中で、うん、えなんで分からへんのってなるわけないから、みんなさ、そんな心がしんどくて休むなんかさ甘いって考えのやつだっておるわけやん。女でもさ生理がきついとか楽とかあるやんか。いっぱいみんなさ心のキャパってみんなあるから、もっとなんか私はしんどくて休んだ、でもお金もない、もう一回頑張ろうと思ってる、だからごめん、もう全然仕事できへんけどごめんやけど助けてって言えたら、そうな、うん、もっと自分に絵の厳しさが自分の首を絞める方法のストイックさにならんといてほしいなと思う。ああそうやな、うん、でもそれ言えるってむずいもんな。いやそうやねん、でも助けてって言えるようになるまで、でもそれってなんかがんじがらめになってるからだと思うね、いろんな考えが、うん、なんかめっちゃすごく気持ちわかんねんけど、もももさもっとできるもっとできるもっとできるってさ自分をすごいこう期待してしまってんねんけど、うん、やっぱ思ったより自分ってできへん時とかはあんねん、あ自分ってここできへんねんっていうのを認めてあげてもいいかも、まず、うん、私って思ってるよりできへん、だから助けてって言えるようになるし、うん、じゃあこの中でやってみようができるかもしれないしって、一回自分が、ね、私全然ポンコツやポンコツやって思って、うんやるぐらいの方がちょっと頑張り屋のあなたにはちょっと楽かもしれないね。そうやね、うん、全然大丈夫なのよそんなんね。私を見習ってね いろんなお悩みがあるなほんまに、うん、ランランの単独見に行く予定です。初めての単独なので緊張します。単独では何をする予定ですか。ありがとうございます。ランランは7月14日の金曜日の19時からですかね。祇園祭りの日や。あそうですか、うん、さすが京都人。どうすんのよ祇園祭りって。あじゃあ祇園祭り行こうってなったらさ祇園祭り潰しますこの日はね、はい、マジどうすんのよ祇園祭り行こうかなって、あ、そうやった忘れてた、祇園祭り行こうってなったらもも行きたくなってきたやろ、うん、しかも14日が一丁盛り上がるからな。最悪やなおい、なんでそんな言うんだよ。はい、単独ライブがございましてね、ありますのでね、まあ、いつも単独は新ネタ5本と合間にまあコントやったりとか、もうずっとランランがひたすら出てます。間は間でなんかこう今までやったらプチ対決をやったりとか、なんかこう一発芸をやったりとか、なんかもういろんなことをして、で後半はご機嫌なコーナーでみんなで笑いをかっさらう全部新ネタなんでね、正直7月にやったやつが今後のザ・ W とか M1 だったりとか、もうこの今回の単独はね絶対に見に来てほしい。すごい絶対に見に来てほしい、うん、かかりまくってると思う、ある意味いい意味でね、うんはい、体調管理気をつけてることはありますか。よく体調崩して職場に迷惑かけて困っています。うんマジでよく寝ること、睡眠確保、睡眠大事やな、睡眠確保と水をいっぱい飲む、笑う、うん、笑う、酒をいっぱい飲む、それいける、酒、酒飲まないやってる。まあでも酒治療、全然しんどい時栄養ドリンク甘える、ちょっと頭痛いとか思ってそっちに気ぃちんねたらロキソニン飲む。あまあロキソニンそうやな、うん、全然頼る。風呂浸かるわ、風呂浸かる。ああいいんちゃう、うーちゃんも風呂浸かってる、うん、私風呂浸かる、はい、うん、ゆっくりなして、うん、こんなんでゆっくりしーとか言うそいっぱいある。でもねマジでね寝た方がいい。ほんででも睡眠大事や。仕事ばっかりの人は仕事以外の人と会ったりするの大事や、ね、あー大事かもな、マジで。おかんとか何でもいいね、友達とか、このね社会のねここにねちっちゃい箱なんか入っちゃダメだよ。まあそうかもな。吹奏楽コンクールが7月にありますね。曲連が全然うまくいきません。おももちゃんの、はい、後輩やこまあ大きい後輩やな、ね、これはね昔にこの話するとね、私がよくやってたのはな、何ができてんねんて、曲練やな、まあ、言ったら、まあ、音楽の練習、この曲、まあ、曲ができてない普通に、うん、音楽の練習できてない、まあ、まずはフレーズで分けること、フレーズで分けた後歌えるようにする、口で、うん、私トランペットやったんですけどね、ハイベーって言ってね、ドレミファソラシド
ドレミファソラシドーのこのねすごい高いドーがあるんだけど、うん、これってなかなか出ないのよ高校生とかやったら。ブーって吹いたらすごい高い音なのよね、うん、これをもうずっと吹かれへんかったけどもう力任せだって。でもなそのドーを歌えたらイメージできるから出んねん。なるほど。やしあの難しいすごい連符の速いやつがあったとしてもそれを自分で音程をずらさずにタタ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 タってさ やれたとしたら吹けるねん。これ指でやる口でやる指でやる吹くっていうのをもうやる。これはだってさ授業中でもで授業中やったらダメですね。あの休み時間とかでもできるわけですからね。開けませんよねやったら、うん、歌うねん。大丈夫水の中、火の中、闇の中とかそうめっちゃむずい。タタ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 タをさ、今な、音で取れてないやん。それをさ、ほんまにやりきんねん。体にまず染み込ませんねん。楽器でやるから、楽器だけでやろうとしたら口先だけでやってまうから、結局すっからかんの音になってまうんでしょ。こっから、体で吹くっていうことをやったらね、難しいフレーズは大体吹けるようになる。はい。まじまじ歌って。吹奏楽部の子マジであんま歌わんねん。もっと歌わなって思うねん。先生好きになっちゃいました。なっちゃうね。なったことある？ももなんで？え、ない。かっこいいとか言って言ってたけど。ももなるね先生。好きになることない。え、その異性としてでもだよ、ね、男としてでもだよ。全然付き合いたいと思って。でもその先生おらんかったらもも中学校のラストでちゃんと吹奏楽やってない。その先生の組に続けたぐらい。先行好きになってもうたらどうするんだろう。わからんけど、まあ、とりあえず学校行く意味にはあるような、うん、利用したったらいいね。そんなあれちゃんめっちゃ大人っぽくしたらいいじゃん。大人っぽいメイクで、その行こうとしない行こうとしない。いやほんまにでもそれで結婚してる人とかおるからな。おるやん。でもちょっと冷静にちょっとだけ冷静に考えてな。何年生か分からへんし大学同士とかやったらまだいいねんけどさ、もしあなたが中学生やった場合な、先生が中学生を好きになるっていうのを冷静に考えた時にこれめちゃくちゃおかしいことやから。確かに。だから追っかけてる自分が好きっていうので落とし込んでほしい。ああまあそうやな。いや、いっぱいアタックしてね、先生好きって言っていいねんけど、それで俺もお前のこと好きやねんけどさって言われたらさ、ちょっと変やからな。確かに。そう、中学の場合な。高校もギリアウトよ。高1アウトや。高1とか全然アウトやし、一回冷静に考えてって思うねん。高3でな。その人はその人で大学とか経験して、大学の同い年の子とかいろんな世界がある中で生徒好きになってる。何歳も離れてる。それもまだ未成年の子ってなった時にちょっと考えてね。いいか、冷静になってよっていう。好きなのはいいねん。いっぱいアタックして、そのために先生が喜んでもらうためにテスト頑張ろうはいいねん。あっちから来んのはちゃうぞって。しかも男の先生やったら早いな。早いな。逆ってこんなにちゃうの、うん。まあ皆さんね、気をつけてくださいね。犯罪にならないようにね。先生 あの手に輪っかがかがわっぱかがられてるの見たくないだろって話。まあちょっとまだまだあったんですけどね、まあ代表してね、ちょっと気になったやつをトントコトントントンと行かせていただきました。また生配信もしますし、皆さんね、あの質問いただくときちょっとできるだけ具体的やったらこっちも答えやすいかなと思います。それではよかったと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バットはバウ。それではごきげんよう。着替えない、やばい、ちょっと。